どうも皆さんこんにちは、こがりです。というわけでですね、本日もバッタルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日2024年1月26日金曜日ってことでですね、今日が何の日か皆さん知ってますか？そうなんですよ、ガンダムシードフリーダムのね、上映日ってことで、もう早速ですね、朝一で見に行ったんですけれども、マジで感動した。本当に10年ぶりぐらいですか、もうラクスがですね、まあ動いてたりもう喋ってたりするのをね見てね、もう胸がですねなんか苦しくなりました。なんか一周回って、で今日ね、上映開始とともにですね、ガンプラがね発売されるんですよ。映画でね、活躍した、フリーダムのね、プラモデル、まあ、クリア版がですね発売される予定だったんですけれども、もうマジでさ、テンバイヤーのせいで俺買えなくて、もうテンバイヤーはってことでですね、もうマジでね最悪でした。もうそこだけがね、まあ唯一の心残りではあるんですが、まあでもね、映画はめちゃめちゃ良かったから、まあ皆さんね、ガンダムシードっていう、まあ、アニメ見てた方はですね、ぜひとも見てほしい。はい、やっぱりね、新しいガンダムがねもうめちゃめちゃかっこいいんですよってことで、今回作ってまいりました、新しい俺たちのガンダム。まあこのファルがですね、シーズン3で、強化はされたはずもなく、もう弱体化してほしいんですけど、まあ、弱体化もされてなくてね。ただ見てくださいよ、新しいサイトついちゃってます。こういうことなんだよね本当に。いや今回のねガンダムのね映画でもちょっとネタバレになっちゃうから言えないんですけど、めちゃめちゃ激アツ展開でさ、やっぱ新しいパーツとかがあるとね、まあ、男はねもうくすぐられますわな。はい、ってことで今回ですね、こちらのね TRDS っていうね、サイトが追加されたので、まあ、使っていこうと思うんですよ。これまあ当番サイトなんですけど、まあ、これが追加されたことによってファル無事に最強になるってことでね、やっぱねこの新サイト、まあ、人によってはね、まあ、邪魔だよとかね覗きにくいとかあるかもしれないんだけど、俺はめちゃめちゃいいと思う。はい、これが追加されたことによってファルがですねまた強くなっちゃったんじゃねえかなって思ってます。まあ、正直ね、まあ後で見せますけど、この SRDS とね比べるとね、若干邪魔な気もするんですけど、でも当てやすい。僕はですねやっぱりその部分をね、重要視して評価してますので、まあ、邪魔かどうかはどうでもいいんですよ。覗いた時にまあ当てられるかどうか、そこ1点のみですね。とりあえず基本ステータス、垂直63の水平65、エルゴノミ58の精度が47、腰ダメ安定度が58の、有効射程が92ですね。ラスナーキナーラスナーキナーってことでですね、まずはノンリコイルでいってきます。まあ、こんな感じ。はい、まあ、いつも通りのファルですよね。いや映画見に行ったんですけどね、めちゃめちゃ評価高いよ本当に。あーちょっと待って、意外と扱いこなせないのか。まあでもね、覗いた感じ皆さん分かりますか、こんな感じなんですよ。はい、まあ人によってはこれね、おい覗きにくいじゃねえか今回、ふざけんなってね思うかもしれないんだけど、これ僕からしたらねめちゃめちゃ覗きやすいんですよ。ほら、まあ若干ちょっとまあ狭いかなって気はするんですけどね、サイトの部分がね。はい、まあ、今回5層貫通弾詰めていくので5装備に変えていきましょうか。まあ、こんな感じで、まあ、全然やりやすいでしょ普通に。はい、まあそれさ、覗きにくいって言ってるのはね、それってあなたの感想ですよねって感じなので、まあ文句は僕に言うんじゃなくてね、もう覗きにくいと思った自分に言ってください。僕的にはこれはめちゃめちゃいいんじゃないかな、ありかなって思いますね。はい、まあ、なしっていう人の方が大半なのかもしれない。 SRDS がね強すぎるんだよ。いやこれはこれでさ、ありじゃねえかな。うん、これ見やすいの何がいいかっていうとさ、このレンズの部分の透明度がね、めちゃめちゃねほら透明なんですよ。シーズン3からね SRDS のこの透明の部分がね暗くなったので、ちょっとテレビ局見づらいっていうね意見もちらほら、まあ、コメントであったりなかったり、まあないんですけど、だから今回のですね、このね TRDS、 これ結構ね
重宝されてもいいんじゃないかなって思うんだよね。値段も安いし、はい、だからね、皆さん安いうちにね買っておくのもありかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ということでですね、秒速 13cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。皆さんさ、経験したことないですか？なんか映画とかね、アニメとか漫画とか小説とか、まあどんなジャンルでもいいんですけど、その終わった時のさ、この虚無感っていうかさ、なんかこの胸がね締め付けられる感じ、終わってほしくないっていう、もう最悪ですよね。ガンダムシードってさ、約10年前にね、まあテレビアニメが多分放送されて終了して、で僕は10年間待ってたんですよ。俺めちゃめちゃ好きなのガンダムシードで、まあ、今回さ最新作がね、まあ、映画でドーンっていきなり来たんですけど、それが終わった時のさ、このまた絶望感だよな。終わってほしくないんだよな、物語っていうのは。みんなもさ、僕のねこの YouTube っていう名の物語がね終わる時は胸が苦しくなるのかもしれませんよ。いや、わからないけど、はい、まあ、そんなことないのかな。まあ、とりあえず僕は一旦2番さんについていきます。はい、これ角町族ね、これ角町ムービングかましていくのマジでありだと思うわ。これ大事。さあ、こっち側からじゃあ2回ちょっと攻め滅ぼしていきましょうか。ちょっとね、ムーブ分かってそうだな、これ。大道具エリアからまずはこっちの方にピン立てておきましょうか。今回ね、まあ、テレビ局行くんですけど、まあ、もう行ってるんですけども、皆さんね、見えてると思うので、分かってるとは思うんですが、これマジでさ、テレビ局ね、イモってたらね、稼げるわ。最後の10分までね、これイモリ散らかしてさ、死体漁ってるだけで相当稼げるんだよ、テレビ局って。知ってます？だからこのね、まあ、テレビ局っていうマップは、イモマップです。トイレでね、イモリ散らかして、最後の最後にね、動いてさ、まあ、死体ね、回収するだけで、弾を回収するだけで、だいぶ稼げるマップとなっておりますので、まあ、皆さんね、金作マップとしても、まあ、利用するのありなんじゃないかなって思いますね。はい、本当に。これマジでさ、まあ、時間さえね使えば、まあ、絶対稼げるマップだと思うんだよな、僕は。まあ、最初のさ、ファイトだけですよね。初動ファイトが結構きついかなってのはあるんですけど、確かに。初動ファイトさえね、まあ、乗り切れば、まあ、全然接敵しないこともね、多々あるので、まあ、そんな感じですよ。まあ、とりあえず行きましょうか。いや、行きたいよな、これ。ここでずっとさ、なんかじっとしてるの俺嫌いなんだよね、普通に。僕にはね、あんまり向かないマップかもしれない。はい。動画撮ってるとさ、やっぱりね、待ってるっていうのはね、苦痛でしかありませんから、まあ、動くしかないんですけど、まあでもね、裏でね、金作するときは僕全く動かないんで、本当に。ガチで動かないからな。マジで多分みんな引くと思うわ。それぐらい動かないから、本当に。もうトイレにこもってるんで、はい。で、足音ね、もうずっと聞いてるんで、まあ YouTube 見てるんですけど、まあ、そうやってね YouTube 見ながらやるのがね、多分これ一番ねいいんじゃないかなって思うんですよ。さあ、まあとりあえずこっちにも脇ポジがあるので気をつけましょうか。ここさ無理か、さすがにいけないか。これはちょ怖いな、今の足音怖すぎ案件。とりあえずここでですねスニーキングかましてあげて、ただもう味方も結構さ動いてるのでまずいかもしんない。大丈夫か、やってんのこれ。わからんな、どこでやってんだろう。ちょっと待って、いるか、これ大丈夫でしょ。行きましょうよ、これ絶対行った方がいいよな。これ上から行ってさあっち方面行きたいんですよね、僕はね。とりあえずこれ来るかな、わからん。ちょっと来そうじゃない、これちまちまやってこっか。ここでちまちまムーブ、これマジで大事。このちまちまムーブがめっちゃ大事、本当に。もう裏では僕ねこうやってちまちましか進みませんからね。こうやって進むとさマジでバレないんですよ。足音を鳴らさない、この音を鳴らさないっていう、これもうリスナーに教えてもらったんですけど、このちまちま歩きね、これマジで強いからさ、まあ、みんなねこの動きっていうのを覚えてほしいわ。テレビ局これ必須だからな、マジで。スニーキングしてもねこうやって足音が聞こえるじゃないですか。だからこのちまちまムーブをね繰り出していくわけなのよ。さあ、いるか、これ。なんかいそうだな、近く。コンはマジでいるかもしれねえわ。ただちょっとしばきに行きましょうか、こいつらね。うん、許さないんで僕は。はは、は、大丈夫大丈夫大丈夫。どうしたどうしたどうした、怖い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 。急に発砲しないでください、怖いんで。俺が先頭ってやだよな、本当に。ちょっと俺を盾にすんのやめてもらっていいですか、マジで怖いから本当。あ、いるか、
これこっち側いるかな。いや下か、いた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 、はい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 、はい、まずは1枚ファーストキル。こっからちょっと攻めていきますね。はい、これで M110 をもらっていくわけよ。あれなんかタッチできない、なんでなんでなんで、おかしい、ちょ待ってくれよ、なんか M110 取れないんだけど、ふざけんな、早く早くしてくれ、あっぶね、とりあえず取ったわ。 M110 成敗、ラッセーバイよー。ちょマジで怖いな、なんかやり合ってんだめちゃめちゃ。あ、痛い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 、いつアップな。ちょ待て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 、とりあえず回復巻き巻きタイムね、言ったでしょ、超強いのよこのさ TRDS っていうサイトが。まあ、ファルも強いんだけどさ、このサイトが見やすすぎるっていう問題な。ちょ待って、これ拾っていいか、ここ拾うんわ、ちょ勇気の拾い、ちょマジで拾わせて、本当にやめて、ポケットだけお願いします。このポケットの中から何か欲しい。さあ何もない、マジか、よし、まあ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 、1枚しばいたからね。もう僕の勝ちでしょうよ普通に。ちょっとリグ見てみますか、このリグの中にはね何が入っているのかしら。何も入っていませんよってことなんで、これちょっとリグ落とそっか。で弾薬ちょっとさ一旦ね取り除いてあげる。 M80 弾か、しょっぱいですね。 M62 弾ぐらい持ってきて欲しかったんだけど、俺まずい、今回さ予備の弾持ってきてない、嘘でしょ、まずい、ビャーマ残剣入っちゃってる。予備弾持ってくんの忘れました僕、まさかの。じゃあこの M80 弾めっちゃ貴重なんだけど、普通にラップな。 M80 弾入れとくわ。 ASMR のお時間です皆さん。さあなんかこっち側からね、不吉な音が聞こえてきておりますが、大丈夫か、これちょっと潰しに行くか、さすがに人か、わからん、ちょどうしよっかな、これこっち側も怖いよな普通に、こん中いそうじゃないこれ、いないか、これいない、大丈夫、怖い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 。さあなんか PPP 選手権なってんな、あっち側か、わかったわ、この PPP の音のね正体はこっち側ですよね多分、いるかもしんない目の前、わらん、ちょ行きますか。いや PPP 鳴ってたんだよね多分、こっちの PPP 開けたでしょ誰か、これこん中絶対いるぞ、ピーピー、あ、バイ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 、あ、アップね、ちょまずい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 、一旦隠れましょう、これは怖い、なんかいたわ変なやつが、とりあえず手術巻き巻きタイムです。はい、まあここで隠れてればまあギリギリバレないんじゃないかなって感じなんですけど、こっち側から撃たれたな、この辺いるわ、あもうみんな死んでるし、マジかよ、仲間が全員いっちゃってる、そんなことある、これはまずい、めんどくっさ、これ嫌ですね普通に、いやどうしろっていうのこれ、もうソロじゃん、こっちの中いると思うんだよな、ただこっち側にもいるんでしょう、なんか撃たれたもんね、たるいんでこっち側が、いや非常にめんどくさい、どっから撃たれたかわかんないんだよな、怖いな、いなくなったか、まだいるか、ちょっとよくわかりませんね、こっちが怖いわ、いやーここ開けていいかい、開けるよ、怖怖怖怖、あいた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 、はいはいはい、嘘嘘、嘘嘘でしょ、いや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 、やったでしょ今の、なんで、マジで、うわーこれ絶対ヘッドだわ、うわヘッドだわこれ、うわヘッドっていうかあれだわ、バイザーっていうかさ、何もないところやられたこれ多分、あー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 もう最悪だ、これは何弾ですかな、まあ 7N31 弾だと思いますが、まあバイザー抜きなので、何も関係ありませんね、はい、 7N31 弾だったら嬉しい、さあどうなる、 7N31 弾です、まあまあそうですよね、まあでもこれ AN95 だったとしてもバイザー抜かれてるから、まあ正直ね、まあこれは僕悪くないんですけど、敵の負傷見てみますか、うわうわ3発当たってんじゃん、いやー胴体2発だったら勝ちだったんですけどね、おっしー